条件は二つ。一、俺が警察と唱えたら一分間体を明け渡すこと。二、この約束を忘れること。くそ、今々しい。早くマレチを食わねばならんというのに。境外、ここはヒーロー科だぞ。はい、静かになるまで8秒かかりました。時間は有限。一体何が起こってるんだ。そっちも同じだろ。なんだあれ、不審者か。拷問で人が殺された。やばいぜ。セイバーは自分よりお前を守ることを選んだのだ。それを決して忘れるな。まったく正気とは思えんな。忘れたわけではあるまい。俺はね、趣味に生きるために仕事してるんですよ。だから仕事と趣味とどっちを選ぶと尋ねられたら、口説き方が美しくないんだから仕方ない。女性に乱暴した上に逆ギレとは。美を学んで出直しておいで。今回のフリーだけど、ステップシークエンスはもう少し。記念写真いいよ。優勝させるぞ。ブチャラティ、俺は飛行機でのスタンドのことを思い出している。ミスターが確実に敵を死体にしたのにあんな目にあった。崖の上の野郎が何者なのか、俺ばあちゃんが心配よ。どうも。二人してサボりなんて悪いおまわりさんっすね。かわいいね。やっとだ。さて、僕は一仕事しに行くよ。日本の友人だ。人見知りでね。対等の殺し合いと行こうじゃねえか。こいつがエスパーダだけに許された最強のセロだ。どうした、こんなもんじゃねえだろ。